はい、皆さんこんにちは。リカキャプテンです。こんばんは。皆さん元気でしょうか？今日も動画見てくださってありがとうございます。はい、今日はですね、こんな感じで字をですね、円にして、はい、いい感じのロゴにしていこうと思います。はい。はい。で、これですね、ちょっとポイントがいくつかあるので、はい、ぜひ最後まで見ていただいて、はい、要領よく、いい感じで進めていこうと私は思いますので、はい、皆さんに分かりやすくしていこうと思いますので、はい、ぜひ最後まで見ていただいて、こういうの作ってみてください。はい、じゃあ、早速始めていこうと思います。はい。でですね、あ、そうそうそう、こんなね、赤白反転バージョンもあるので、こういうのもかっこいいですよね。はい、もう、色も好きな感じにしてください。はい。じゃあ、まずレイヤーを1個付け加え、レイヤー付け加えなくてもいいね。まずですね、ロゴを決めてもらいたいんですよ。ロゴっていうか、言葉？はい。今私ですね、これ、ダズリングっていう言葉にしたんですね。ダズリング。はい。っていう言葉にしました。で、ここでちょっとポイントなんですけど、あんまり長いですね、文章みたいな文字だと、こういう風に綺麗になかなかなんないんですよ。そうなんですよね。それうまくやるためにはもうどうしてもそういうのやりたいなら、なんかそういう専用のアプリとかもあるので、はい。無料もあるし、有料も確かあったと思います。はい。そういうのでやっていただいてもいいですし、そんなにね、しょっちゅうこういう形のロゴ私作りませんよと。はい。そんなにないですね、その機会は。っていう感じであれば、私のこのやり方でいいと思います。はい。ただね、長い文字はちょっとできなくてっていうか、多分できるかもしれないですけど、私はうまくできなかったんですよね。はい。で、ポイントとして、普通の単語、1個か2個ぐらいの長さがそんなにない単語を、3分の1ぐらいの円にして、3分の1もしくは4分の1とか、はい、ぐらいの円にして、それをうまいこと、こうやってもう一つって言って複製ってつなげていって、こうやって円にしますっていうシステムなんですよ。私の場合はですよ。はい。はい。なので、選んでいただく単語もですね、まあ、1個ぐらいの単語にしていただくか、まあ、短い単語がつながって2個とか。うん。そう。はい。例えば、グッドジョブとか、グッドジョブとか。はい。そのぐらいだったらいけると思います。はい。そんな感じで。ちょっと、単語選びを慎重にお願いします。すんごい長いね、よくわかんない。なんちゃらとか、ちょっとやめていただいて、はい、お願いします。はい。でですね、私、ダズリングを選んだので、今回もですね、はい、テキスト追加で、はい。で、ここでダズリングを入れていきます。でですね、テキストも、別にあれですよ、自分の手書きでもいいですよ、もちろん。手書きでもいいです。で、ここのテキストで、ここいろんなフォントありますよね。はい。フォントをこうやって選んでいただいて、はい。好きなものを入れていただいて、全然大丈夫です。はい。なのでもう、この間私が出した動画で、フリーフォントで、いろんなフォントが取れるよっていう動画、出したと思うんですけど、そこで、入れたもので大丈夫です。もうほんとお好きなものでお願いします。はい。で、こんな感じでですね。はい。で、大文字じゃなくてもいいです、もちろん。今この TT っていうとこチェックしちゃってるので、あれなんですけど、小文字でもいいです。はい。ただ、大文字の方が、円をいっぱいこうやって重ねていった時にバランスは取れやすいです。はい。なので、その点をちょっと考慮して、ちょっとまだなんか、自信ないなと思ったら、大文字でやった方が無難かもしれないです。はい。ただ、小文字でももちろんできます。うまいことやっていただければ大丈夫です。はい。できないことはありません。はい。じゃあそんな感じで私は大文字でやっていこうと思います。はい。で、今ですね、こちらの大文字は、テキストレイヤーになってるんですよ。テキストになってます。文字に、今みたいに。はい。なので、これをラスタライズっていうものにしなきゃいけないんですね。で、ラスタライズって何かというと、普通の絵みたいな情報に変化します。はい。文字情報が普通の絵みたい。いつも私たちが書いて、いろいろこう、歪みとかなんか、いろいろできるじゃないですか。色変更だ、うんぬんかんぬん。はい。そういう風に、いろいろできるようにするためです。はい。なので、これをまず複製します。で、1個、テキストのものはそのままキープしておきます。ロックで。はい。なぜなら、こっちのラスタライズしたものが失敗したら、もう1個ね、これどんどん複製して、どんどんラスタライズすれば、もう全然失敗なんか怖くありませんから。はい。ということで。はい。で、ラスタライズするにはどうするかっていうと、ここをタップします。はい。そうしましたら、下から2番目にラスタライズって出ますね。はい。ここをタップします。そうするとここが変わったの分かります？ A からダズリングっていうこの絵になりましたっていうことですね。で、絵になりました。はい。そうしましたら、これをですね、だいたいこの真ん中ぐらいに持ってきてもらって、あ、そうそうそう、このテキストの方を非表示にしといてください。はい。はい、じゃあこっからちょっと円にしていこうと思います。で、こういう風な円でもいいし、こうでもいいです。はい。どっちでもお好きな方で大丈夫です。私はこういう感じで、まず、ダズリングを、これを上になるように、はい、作っていこうと思います。はい。歪みツールのプッシュですね。ここの調整ボタンの中の歪み、プッシュで、結構ですね、上の方のパーセンテージでちょっとやってみてください。はい。で、こっからですよ。うまいこと、力技で、はい、円にしていくんですけど、今ですね、90ぐらいになるとどういう状況かっていうと、こうやってですね、輪が案外大きいんですね。はい。で、なぜこの大きい輪で やっていかなきゃいけないかというと、あんまりちっちゃいとですね、こういう感じで一部だけ無理やりなんか、ギューンってなっちゃうんですよ。はい。なので、大きいもので少しずつ円にしていきます。はい。じゃあちょっとやっていきますね。じゃあまずですね、真ん中あたりをギューンって。はい。これでこうだいぶギューンってなりましたよね。ギューン。はい。で、ちょっと縮んじゃったじゃないですか。ギューって。なので、この上の方から少し引っ張ります。そうするとまた戻ってくるんですよ。少しずつ引っ張ると。戻ったの分かります？もうこれでだいぶなんかこうなりましたよね。はい。はい。じゃあこんな感じでですね、結構いい感じで湾曲してきたんですけど、こうやってまっすぐですね、字がこうまっすぐになっちゃってますよね。はい。でも円の3分の1にしたいわけじゃないですか。はい。なので、この D と G がこんなんじゃなくて、こうやって少しこうなってなきゃいけないんですよ。角度的に。扇状に。はい。なので、それをこれからちょっとずつやっていきます。はい。で、これをですね、この上の方から少しずつ、こう、引っ張っていって、今度は下を引っ張ってくる。こんな感じで。はい。で、D もですね。で、もう少しちょっと小さくした方がいい。70ぐらいかな。はい、で、こんな感じで引っ張ってって、で、また下を引っ張る。で、ポイントとしては、この輪っかの外側、なんですか、縁の方でやっていく感じですね。ああ。で、ちょっとおかしくなったらすぐこうタップして戻ってください。こんな感じですね。こんな感じかな。はい。で、また縮んでっちゃったら上を引っ張ると。で、G の方もこんな感じで、上から引っ張って、横からこうやって、少し。はい。そうすると、意外に案外いい感じで、こうなってきたの分かります？字が。ね、なってきましたよね。という感じでですね、作っていくんですよ。で、ここら辺まで来たらまたもうちょっとちっちゃくして、60とか65ぐらいにして、もう少し、こう、小さな感じで、少しずつやると。あ、いいんじゃないですか？いいと思います。はい。で、こんな感じで、力技で、円に少しずつなってまいりましたと。おめでとうございますって感じですね。はい。1個レイヤーを作って、ガイドを作っても大丈夫です。例えば、こうやって輪を描いて、まあ、どうなんでしょう。このぐらいですか。はい。このガイドに沿ってもいい。ただね、そんなにガイドに沿ろうと思うとね、また、難しく感じちゃうので、はい。まあ、いい感じでいけるんじゃないっていうところでいいと思います。はい。はい。で、これをですね、もう少し、大きくしてみて、なんかこれ、もうちょっと、キュッてやれば3分の1になるかなぐらいの字の大きさに多分今しました。大きさを。はい。こんな感じで字をですね、大きくしてみたり、小さくしてみたり、湾曲したり、ガイドを使ってみたりして、少し、工夫をしながらやっていくと。はい。で、これをもう少し私こういう風にしてみますね。じゃあこんな感じでできました。はい。ね、今ですね、ちょっといびつですよね。おむすび型みたいになっちゃってますよね。で、このちょっとガイドを外しまして、はい。そうしましたら、これをですね、今度、うまい具合にバランス取れるように少しずつ、バランスを取っていきます。はい。で、まず一番上のものからやっていきますね。このダズリングから。はい。はい、できましたー。いい感じじゃないですかね、こんな感じでできました。はい。でですね、これをただ複製して、ちょっとずつ小さくしていくだけなんですよ。はい。で、先ほどですね、私がやったものがあるんですけど、これですね。これは、ここ、1個目。1個目はこのダズリングが上にありますよね。はい。で、2個目は、下にダズリングあるのを私2バージョン作ったんですよ。2バージョン作ってこういう風にしました。で、2バージョン作った理由としては少しですね、字の何ですか、方向が違うと結構面白いのでこういう風にしてみたんですけど、ただね、2バージョン作るのめんどくさい場合がありますよね。はい、そういう時はもう別に1個でいいです。1個で少しくるっとこう、方角っていうんですか、なんていうんですかね。角度を変えれば別にいいだけなので、はい。もしお時間がある方であればちょっとやってみてください。ここ、例えば A とか逆になってるじゃないですか。こう面白い。この方がこう動きがあるっていうことですね。はい。なのでそれはお好みにお任せします。はい。なので今日はですね、とりあえず、まあ、そんなにいくつもやらない感じにしますね。はい。1個バージョンで。はい。そうしましたら、この3つをですね、グループ化しますね。はい。グループ化します。そうしましたら、これ1個複製します。はい。複製して、下の方をちょっと小さくします。はい。で、これでさ、もうすでにさっきっぽくなってません？はい。はい。で、今ですね、そのまんまやったんですよ。で、そのまんまやって、この G とかがズズズズ、GGG、DDD、AAA、ZZZ ってなってっても面白いですね。はい。なので、今回はそのバージョンで作ってみようと思います。で、こういうふうにですね、変えてもいいんですよ。動きをつけて変えてもいいです。それはもう本当にお好みで、もう、ね、全部、すべてがいいわけだから、もうわかんないんですよ。何が正解なのか。はい。まあ、あとはもう好みっつう話で。はい。でですね、ここで注意点があります。このように、まず2個作りましたね。2個作った時点で、少し、いびつかどうかを確認してください。例えば、こういうところ、隙間の空き具合とかが、こっちは狭くて、今こっちちょっと広くなってないですか？こっち狭くて、こっち広いですよね。だからこういうのをですね、うまくなくした方が、この、絵の場合はいいです。はい。なので、これをちょっとですね、もう少し、こっちの方、チチチチってやって、いい感じにしていこうと思います。バランスよく。こういう、ところをですね、ちょっとささやかなところの空間を統一したりとかするだけで、全体の見栄えがね、ほんと全然違うんですよ。はい。なので、はい。そんな感じでやっていこうと思います。はい。じゃあ今度3つ目。3つ目をまた小さくして。はい。じゃあこんな感じでどんどん進めていきますね。じゃあこんな感じでできました。結構かっこよくできましたね。回転しないのもすごくいいですね。こうやってなんか放射がシャーって出てて、なんかファーってなってていいんじゃないですか。こう、タイムマシンっぽくて、かっこいいですよね。なんかこう、近未来的な、そこまでではないっていうね。はい、すいません。はい。じゃあそんな感じで今日も、はい、もう結構ね、コツはちょっとあるんだけど、やってみたら意外とできるよねっていう感じだと思います。はい。でポイントとして、最後にちょっと一つ、申し上げたいんですけど、さっきのプッシュありますよね。このプッシュはあんまり小さいやつで何回も何回もやると字がですね、結構こう歪んでくるんですよ。はい、なのでそこをちょっと気をつけてください。あんまりやりすぎない方がいいです。はい、あれなんかおかしくなっちゃった。はい、まあいいや。はい、じゃあそんな感じであんまりグッ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 ってやるとわーってこう字がですねガタガタになるので、はい、でもそれもまず練習でやってみてください。どんな感じでやると字ガタガタになるかなっていう。はい、なのでおっきな輪でやるとそこまでガタガタになりにくいので、はい、そんな感じでおっきい輪の端っことかをうまく使って向こう側からこう少しずつ押して、はい、放射状っていうかなんていうの、3分の1とか4分の1とか、はい、2分の1とかにしていってもらって、それを回転っていう感じですね。はい、それでこんなに簡単にできちゃうんですよ。はい。じゃあそんな感じで今日も楽しかったなとか役に立ったなと思ったらぜひいいねボタンとコメントとか登録とかよろしくお願いします。はい。じゃあ今日も見てくださって本当にありがとうございました。じゃあまたね。バイバーイ。